サッカーエゴイストチャンネルへようこそ。このチャンネルは中学生や大学生などの育成年代の指導に力を入れていらっしゃる名古屋 FC の監督尾崎さんと一緒にサッカーの有識者にインタビューをする番組となっております。尾崎さん、本日もよろしくお願いします。はい、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはい、まずは君、はい、ゲストを丁寧にご紹介したって。はい、本日は愛知県特集ということで、愛知県の強豪校の監督さん3名に来ていただいております。はいはい、まずは東海学園高校鶴田監督に来ていただいております。一応年長者からのご紹介でよろしく。よろしくお願いします。年長者の次の年長者のおじさん、はい、名古屋高校山田監督に来ていただいております。どうも山田君、お久しぶり。久しぶりです。でも2、3日前に会ったような気もするけれども、もういい過去ですね。でもう一方。はい、もう一方は愛工大名電高校の宮口監督に来ていただいております。よろしくお願いいたします。お願いします。もう久しぶりとは言わんな。まあ、やりましたね。ねえ、最近やりましたね。インターハイとかクラブユースとかジュニアユースとかっていうことでいろいろと接点がありまして、はいはい、じゃあ今日はお三方よろしくお願いします。お願いします。皆さん地味な服装で僕みたいに派手にやってもらわんと本当はいかんのだけどねじゃあ松田君、はい、早速今日のテーマいきましょう。はい、本日のテーマは愛知県サッカー界が強くなるには愛知が全国で優勝するために必要なことについてお話しいただきます。なるほど。愛知の高校が高校サッカー選手権で優勝するために担当職人に年長者ではなく一番若い宮口君の方から何が必要ですか。何が必要ですか。うん、まあ、これさ一応エゴイストチャンネルだから、まあ、エゴ的に言ってもらってもいいんで、そんなにカッコつける必要性もなくて、はい、担当直入に思いの丈を。わかりました。はい、避難覚悟でいけばいいですね。そういうことです。わかりました。ジュニアユースの愛知県の選手たちは素晴らしいんですよ。素晴らしい選手たちがいて、その選手たちが結構全国大会他県で出てるんですよね。ああ、まあね、はいはい、はい、その子たちがまず愛知県に残ってくれることは大きなポイントになると思います。なるほどね。まあ、はい、それはそうだな。その中で選手がね、まずは選手が愛知県の子たちが愛知県で戦ってくれることはすごく大きなことだと思います。でその中で優勝、いきなり優勝っていうことはなかなか難しいと思うので、やっぱり、全国でしのぎを削っていく数年、3年、4年っていうのがあって、ベスト8、ベスト4っていうところの壁を超えるところまでは、やっぱその子たちが年間実はめちゃめちゃな人数いってるので、それが残れる環境と、また我々もそうですけども、我々もそこを目指す。っていうことですね。今この青森山田さんがめちゃめちゃなレベルにあるんですけど、あれに勝ちに行く気を持って、練習したり試合やったりっていうところを持っていかなきゃいけないと思うんですけど。なるほどね。まず一つ球の問題だな。まあそういう言い方されるとあれですけど、選手、まあまあ、いい選手が、まあでも基本的にはまあ確かにそこが抑えるべきところの、まあ、原点ではあるのかもしれないね。まあそうですね、はい。じゃあ山田君はどうですか。ですね、尾崎さんには誠に言いにくいことなんですが、我々組織作りがまだ全然愛知県の高校サッカーはうまくいってません。でそのまあ一つの形としては、やはり他県のように下部組織を持つことが、まあ、必須ではないのかなというふうに考えてます。でこれに関して言うと、今宮口先生言いましたが、本当に活躍する中学生年代の、クラブチームと、
ある意味敵対関係になるわけですよ、うんうん、なんですがそれをもう辞さない覚悟で、うん、やはり6年であったりとか、うん12年のスパンで、うん選手を育てるという意気込みがない限り、うんまあ、なかなか愛知県その単体でっていうところで言えば、うん、やっぱり育てていかないとなかなか難しいかなと思ってますので。確かにね、はい、私はそこだと思います。分かった、はい、最年長者の鶴ちゃんはどうですか。まあ多分、まあ、もちろんその選手の球っていうのは多分あると思うんですけど間違いなく、うんうん、ただまあ我々指導者の力不足っていうのももちろんありますし、うんうん、あとはやっぱりそのサッカー部自体と学校自体が、うんまあ、その本気になるかっていうところは多分あると思うんですね。環境改善いろんなことを含めて。なるほど。でそこが多分、まあ、正直愛知県のところっていうのは、まあ、もちろんその結果が出ないから選手が出てくるっていうのもありますし、うんうん、やっぱりその環境のところでも、うん、やっぱりちょっと劣ってるところが多分あると思うんですよね。それは何かっていうと、うん、まあ寮の問題だったり、うんまあ、グラウンドの問題だったり、うんうんまあ、いろいろあると思うの でそれは卵が先か鶏が先かで結果が先なのか環境が先なのかいった時に非常に難しい問題ではあると思うんですけど、ただまあそれはもう、まあ、それはそれでまあ難しいところは多分あるので本当に。なのでただまあ高校生年代なので、うん、なんとか、うんまあ、その今そのサッカー界がやっぱり結構力の差っていうのは、まあ、プレミアで戦うようなチームと他のところっていうのはだんだん差がついてきてると思うんですよね、うん、それはもうまあ間違いなく球の問題もあるし環境の問題もあるし、その環境っていうのは学校とそのサッカー部自体の、まあ、本気度というか、まあ、そういうところが多分あると思うので。なるほどね。それは多分非常に難しい。難しい。確かに今のお三方のお話のは根本的な話なんだよね、うん、まず最初の球であったり、まあその球のが宮口君が言ったようなことは、まあ諸悪の根源はここに張本人がおるからね、諸悪の根源である張本人の尾崎さんがね、まあ外に出してきたっていう現実的な話もあるし、で山田君が言う組織っていうのはバックボーンも含めてその単独でやっていけない、行ったとしても限界があるという話もあるしね。でまあ鶴ちゃんが言われるようなその問題、いわゆる指導者がどうのこうのっていう、で僕からするとね基本的に全部中途半端なんですよ難しいのは。だからこれはねここで話をするにはねちょっとね膨大なねテーマになってしまうんで、この組織とか根本的なことをちょっと置いといて、現有勢力でね行った場合にその全国でトップトップを取るっていうのを最高の目標としてなんならば、現有勢力でサッカーのサッカー部としてその何をこう強調していったらいいか、まあ戦術なのか個人なのか、あメンタルなのか、あまあまあちょっと組織とかその根本的なことも少し踏まえて、今度は年長者の方から行こうかな。辻ちゃんどうよ、その全国でトップトップなるには、うん、全国結果だけ、結果でトップトップっていうことですよね結果、うん、そう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 、まあこれはまあ、サッカーの哲学いろいろ、いろいろ多分皆様違うと思うし、うんうんうん、まあ、ただやっぱり色は出さなければいけないなと思ってて。なるほどね。その今言った現有戦力の中で、うん、もしくは組織のその大きさの中で、うん、まあ、学校とか絡みの中で、うん、なのでまあまあその中で例えば名電であればどういう色でそこを目指していくのかっていうところで、うん、やっぱりそこに特化して、うん、名古屋だったら名古屋で何に特化するか、
東海学園なら東海学園でっていう。東海学園に何かこう特化するっていうか、オーソドックスというか、何かこう目指すサッカースタイルってのあるの？ないですよ。やっぱりいわゆる臨機応変に、オーソドックスに、ね、臨機応変、臨機応変、まあそういうことあるな。やっぱそのその年によってやっぱ変わるし、うん、まあそうね、それこそ球によって変わるわな、うんうん、変わってきますわね、もちろん、うん、お、じゃあ山田君は現有戦力で戦うとするならば、うん、まあ、やっぱり、うん、一人一人を伸ばしていくしか、まあ、仕方がないかなというふうに思うと、うんうん、まあ、最高の練習を、うん、最高の雰囲気の中で、うん、まあ、行っていくっていうこの地道な作業しか、うん、まあ、一つの解決策はないかなっていうふうには思う。なるほどね、はい、うん、宮内くんは。僕らは、まあ、皆さん、分かってると思うんですけど、走りまくってるので、うん、その運動量だとかそのスピード感だとかっていうのは、うん、まあ、トップのレベルに近づけたいなと、うん、まあ、勝つ負けるのところでいうと、やっぱ技術だったり、まあ、いろんなものが入ってきて取れるかどうかわからないとは思うんですけど、その、うん、まあ、目線としてその運動量だったりスピード感だったりっていうところは鍛えれば上がってくるところだと思ってるので、うん、その部分だけでもやっぱり青森山田、今の飛び抜けたチームに近づけるようにっていう、もう今選手にずっと言ってるんですけど、うん、愛知県で勝ててないんですけど、僕らは全然勝ててないけども、うん、愛知県を勝ち抜くというところを見るだけで練習やったら、うん、まあ、そこまでしかいかないだろうなと、うん、だから一番高校年代のトップの青根和さんがあって、うん、そこに通じることを毎日やろうよっていうふうに、ん、できるだけそういうふうに意識を持っていこうと思ってるんですよね。だから確かにね、できるかできないかは、うん、もうしょうがないと思うんですけど、やろうとしてるかどうか、うん、だからそう、ね、愛知県の中で1位、まあ、全国の1位を取りに行くっていうな、その色だったりな、いろいろあると思うんですけど、うん、どのところに特化しようとも、それで 対戦する、まあ、プレミアで戦ってるチームたちと渡り合うよっていうのを目標値として行かないといけないのかな、うん、これはもう全然まだまだ遠いんですけど、言うだけ言おうと思って、うん、言うだけはあそこに対戦した時に、うん、これも自信を持って勝っていくんだよっていうところをやろうと、まあ、それが 何十年かかるか分かんないんですけど、確かにやり続けようかなと。何十年かかるか分からんもんな。何十年かかるか分からんですけど、まあ、でもそれをずっとやっていこうと思うんです。なるほど。